ドリーマーズチューン。バンドリプレゼンツドリーマーズチューン。皆さんハローハッピー、ハローハッピーワールド、ドラム担当松原かのん役のテータモエです。さあ今有楽町に相葉愛菜が到着しました。無事に愛菜が到着しました。はい、実況してたんですけど実況してたの、ちょっとやめてよ、はい、番組変わってんじゃん。え、はずはずはず、もうマラソンだった、もうバレたよ、やばい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 。私はあんまないんですけどね、もうってあんまないんですけど、でもね、今日奇跡的なことがたくさんあったの。アイナ、何あの、うん、収録自体は結構遅いんですよ、はいはい、だけど、うん、この時間帯に、うん、アイナが珍しく寝坊するっていうでもそのないじゃん、 朝早くならわかるけどさ、もう夕方以降の時間帯でさ寝坊したってさ連絡来て大爆笑だったんだけどさ、なんか誰一人責めてなかった、大爆笑してた。で何がすごいって今日一本撮りなのよ、うん、いやそうなの、そうだから別に時間変わんないのよ、まあ、遅れたとて、そうなのよねいやちょっとでびっくりしましたよ。でも電車に乗っていなきゃいけない時間に目が覚めた、うん、アイナがスタジオに着いた瞬間、うん、オープニング流そう、うん、びっくりした、みんなおはようございます、すいませんおはようございます、入ってきたらみんなバタ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 って皆さんが一斉にバタ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 って動き出して、え、なに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 っていうわけで、はい、改めてはい、はい、相葉愛菜さんです。相葉愛菜です。あ、危ない危ない一回今の話を全部忘れてもらって、ロゼリアボーカル担当港由紀奈役の相葉愛菜ですやばい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 、大変だ。はい、改めて日本放送がお届けするバンドリプレゼンツドリーマーズチューン、皆さんにバンドリの魅力をたっぷりお届けするプログラムです。よし、みんな冷静に、みんなガルパってる、ガルパってる、うん、よかったあーよかった、あー最高、あーすごい、もう今日しかあれないよこんなこと、本当に。いやたまにはいいんだよみんなねみんな真面目に行きすぎよ本当に記録に残っちゃうんだからあーということで、はい、なんと11月3日から5日まではもうそんな時期ですよ。あら、バンドリ12スライブが開催されたって。あら、もうちょっと今ねまだそう軸がね、軸があれなんですけ ですけども、ライブの感想の方をね、お便りお待ちしたいと思います、ね、はい、ポッピンパーティーさんと迷子さんとレイザー水蓮さんの3バンドということで、熱すぎ、はい、お待ちしております、うん、あ、はい、アイナ何お誕生日おめでとう。あ、そうだった、そう、あ、そうだ、その時ね、迎えてからの収録は初めてかな。だってラジオの時はね、あの、うん、寝てたからね、お休みでーすって言ってたから、お休みでーすって、当日お休みだったから、そうだったそうだった。何歳になったんだっけ5歳5歳だよね、5歳になったんだよね、5歳になった。もえしがねイベントで祝ってくれましてですね、そうなんです、そうなんですよ、めっちゃ楽しかったね、本当。ギャル2人でギャルの格好して、私が平成ギャルで、もえしが令和ギャルっていうことで、うん、メイクがちょっと違ったりとかしたんですけど、楽しかった、楽しかった、嬉しい。そう、あの本当に、うん、あのカラオケイベントその好きな曲歌っ って、うん、マジで楽しかったから、本当すぐカラオケ行ったあれが楽しすぎて影響されて嬉しい。なんかね、ファンの方もその後カラオケ行かれた方とかがいらっしゃって、やっぱねいいですからね。もういや、さすがもうアイナの楽しませ力が光る最高のイベントでしたありがとうございますはい、というわけで今回はバンドリジュークボックス、ご飯が進むバンドリソングをテーマにご紹介します。はい、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はメールアドレス bdp@1242.com bdp@1242.com、 また番組公式 X アカウントをフォローしてハッシュタグドリーマーズチューンをつけてどしどしご投稿ください。それでは今夜のオープニングナンバーです。ポッピンパーティーで青春 to be continued。 今日も目覚めたらパーティーだよ、青春 to be continued。
風切って止まらずにジャンプ、花の香りに恋をして、君のためならどんな場所だって今すぐ駆けつけるよ。指を鳴らして目を合わせ合図、約束を始めちゃおうよ。道に迷ってもまた会える、信じる心パープス。バンドリプレゼンツドリーマーズチューン、この時間はブシロードがお送りします。バンドリドリーマーズチューン、ハッシュタグドリーマーズチューンをつけてどしどし投稿してください。アイバイナとトヨタモエがお送りしているドリーマーズチューン、最初はこちらのコーナー、バンドリジュークボックス。バンドリおすすめソングをご紹介するコーナーです。今回はご飯が進むバンドリソングをテーマにバンドリジュークボックスをしちゃいます。はい、ラジオネーム、モンサンミシェルさんからいただきました。ありがとうございま す。ラスの灼熱ボンファイアです。ライブでみんなが盛り上がってるのを見て、自分は食事するとき、賑やかなときが美味しく食べれると思うので、うん、ぴったりだと思って選びました。わかる、わかり、私これ悩みました。あ、悩んだ。うん、なんか焼肉食べたくない、なるね、そう、灼熱って感じだよね多分。そうそう、なんかバーベキューとか、あー、なんかそういうのもあって、なんか肉だよね絶対。そう、すんごい肉のイメージが炭火がいいな私。あ、わかる。てか今このにぎやかっていうのも思ったけど、うん、ご飯をどういう風に食べるかでやっぱ曲も変わってくるよね。変わってくる、うん、し、私ご飯の時はなんかニュースとか見ないようにしてる。あ、なんかどんなニュースが流れてくるか分かんないじゃん、うんうん、でなんか悲しい系のニュースだとさ、なんか私ご飯の味がさ悲しくなるんよ。わかる。そうだからもうひたすらハッピーなやつつけたりとか。確かに左右されるもんね。そう、絶対あると思う。それはそうかもね。うん、あとご飯食べてる時やっぱ黙っちゃうんだよね私。え、一番いいじゃんいや黙っちゃうから。めっちゃ行儀いいじゃん最高だよアイナ、行儀いいギャルなんて一番重要なんだからでも、うん、ほらやっぱさ、私思う、最近番組とかの中だと、番組の中でご飯食べちゃうとさ、うん、まあ喋りながらってなっちゃうから、うん、喋りながらご飯食べてるって思うんだけど、うん、でも喋らないと番組は進まないし、でもご飯をねできるだけ残したくないっていう気持ちがあるから、うん、番組中でもちゃんと食べたいっていう自分の中のいろんな気持ちが、あれの正解わかんないよね。わかんない。でさ、それ見てさ、うわこいつご飯食べながら喋ってんの行儀あるって思われるのもなんか嫌だなと思いつつ、でも食べたいし喋んなきゃいけない、うん、この三角関係なんとかしてほしいね本当にこの問題ね、この問題。食リポを仕事としてる方々はすごいよね。すごい。でもあの方々も一応口には入れて、うん、あ、おいしいとか言ってるやんか、うん、でもなんか汚いって思わないよね。汚いと思わないもんね。なんか技があるのかもね。はい、ありがとうございます。ラジオネームサンボさんからいただきました。ロゼリアのファイヤーバード。理由は焼き鳥とかではなく、うん、今回の主役はメグチーのドラム。お、全体を通してリズミカルにドンドンドコドコと、うん、響き渡る音がご飯過去丼物を口に書き込むのにちょうどいいかなと思いました。確かにこうファイヤー、ダブルファイヤー来てるからね今。確かにね。いやでもそうね、後ろのドンドゴね、このメグチー2バスが結構ペース早いよ
結構ちゃんとよく噛んで確かに、だから最低でも47回噛んで、ね、ワンコそばとかいいんじゃない、47回最低でもね、都道府県の数あ、そう、都道府県の数噛んで、めっちゃ噛むやん。めっちゃ噛むんだよ。もう本当に噛めない人だから本当に。でもそんぐらい噛むのが一番消化とかその栄養とかいいっていうね。やばいな。なんか20以下やねんな。あ、少ないかも。やばい時10以下なんだよね。いや、そうそうなの。飲んでるほぼ。この間なんか数えたんだよね。あ、自分何回噛んでるかなって。うん、意識した中でも20弱だったから、意識してないともっと噛んでないんだと思う。噛んで、なんか動かすことが大事なんだって。へえ。奥歯と奥歯が噛み合うっていうなんかあれで、よくわかんないけどなんかいいんだって。それはさ、ガムとスルメで補ってるはダメなのかな。ガムとスルメで私は補ってる説があるんだけど。でも消化だからね。そっか、消化関係ない。ガムは飲まんしね。まあまあそうか、うん、なるほど。噛むだけじゃダメなんだ。まあ噛むも大事だけど、みんなちゃんとよく噛んで食べてください。はい、わかりました。47、覚えやすい、はい、ありがとうございます。はい、では続きまして、カッパ巻さんからいただきました。ポッピンパーティーでフォトグラフ。スマホの写真フォルダを見返してみると、おかずになりそうな写真がびっしりと。あの時にあれ食べたなとか、あの人と一緒に食べたなとか、そんな思い出とともに呼び起こされるよう、今日もまたお腹の虫の鳴く声が聞こえてきます。なるほどね、写真そういう私もめっちゃあるな。ご飯の写真撮るタイプ？撮ってるわ。でも大体撮るの忘れたって言ってる。そうなんだよね。先に食べちゃうからね。先に食欲が勝っちゃって。間違いない。忘れてる。でも私ご飯の写真撮ったりしても見返すことないかも。あ、見返せない。なんか私が見返す時って旅行とか、例えば、あ、はい、それこそ海外行った時とかに、うん、あ、何食べたっけっていうので見るの。あ、なるほどね。そうそうか、それはあるか。そうで、最近はそれを全部もうメモってるから、どこ行ったとかはもう印してる。印、うん、ここに行きましたって。あ、このピンサスみたいなやつね。そう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 、してるから、うん、それがなかなか役に立つんですよ。確かに。なんかさ、人にさ、どこどこ行くんだけどおすすめの場所あるって言われた時にめっちゃ便利だよね。あ、そうそうそう、ここ行って美味しかったよみたいな。ね、ってかこの発想天才だな、フォトグラフを。なるほどね。確かに。はい。わー、カッパ巻さんセンスある。さすがカッパ巻。なるほどね、直接的なやつじゃなくてね。はー、素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では続いて私たちからも選曲したいと思います。はい、はい、では萌え氏。そうだね、じゃあ私からいこうかな、うん、はい、ハローハッピーワールドで、ね、ハッピーハピアハピエスト。おかずご飯、おかず味噌汁ご飯、おかわり牛乳。ヒャダインさんが作ってくださった、はいはい、楽曲なんですけど、うん、あの A メロぐらいのとこに、味噌汁おかわりみたいな、あの早口のきたやつあるじゃん、うん、もうまんま。そのいや、なんか私ね、うん、多分本当に思考がすごいあって思ったんだけど、うん、私も幸せになる曲をすごい探してたの。だからハローハピーが結構多くて。そうなの、ハローハピーが意外とリクエストで、まあ、今回選ばれてないんだけど、うん、おかずご飯、おかず味噌汁ご飯、おかわりだからね。言ってるわ。言ってるんよ。確かに。そうだから、ちょっとこれはもうこれ聞きながら食べたいなって。いや、そう、ね、おかわりしちゃうぐらい気持ちがハッピーになれる曲でした。わかりすぎるわ、ちょっとわかりすぎるし、私のじゃあそのまま流れで言ってもらっても、多分思考回路一緒よね。一緒だと思います、はい、それでは聞いてください。私相葉アイナが選んだのは、かすみ×らん×あや×ゆきな×こころで大森一丁ガルパピコ。でしょ、もう引っ張られたの。もう本当にご飯おかわりで選んだ私もさ、大盛りで選んだアイナもさ、しかもおかわりって言ってるし。そうなの、もうこれこれやと思って。今いなかったです、私ね、これがめっちゃ多いんかなと思ってて、うん、あ、通るかなと思って、私の、ね、リクエスト通るかなと思ったんだけど、ね、全然通りました。もうこれやと思って。ぴったりだね、大盛りって言ってるし、もううわご飯やと思って。もう一丁とかね。そう言うしね。だからうわすごい、あとこの曲調もそうだし、うん、すごいなんか、うわなんかそれこそまた幸せな気持ちでさ、わ
幸せ本当になるなって思って、まあ、はい、盛り上がりましたけど も次回のテーマ何します、はい、もう何しよう。12月になるのかな、もうすぐ。早え、ま、認めない。私は認めないよ、12月だなんて。私終わるんや、ね、終わりません。終わるんやで。もうありえない。だって明けましておめでとうって言ったばっかりだよね。え、いやもう遠い昔の記憶だわ。嘘でしょ。え、こと、いや、早い早い、そう、認めたくないけどやってくる。今年もありがとう1年。やだ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 、まだまだまだ終わらないから。いやいやいや、もうすぐハッピーバースデー来ちゃう。すぐ6歳ね。やだやだ、早いの嫌です。すぐ6歳だよ。やだ。じゃあ何、何、何のジュークボックスする。クリスマスはでもちょっと早い。うーん、ま、やったよね、クリスマスって。やってない、やってないの。あ、意外とやってないんだ。去年やってないっけ。やんな、やんなきゃ。それはクリスマス。じゃあ、うん、定番行っちゃう。行っちゃおう、うん、やったことないんだもんね。やってないんだもん。はい、じゃあ行きます。はい、次回はクリスマスにぴったりなバンドリスソング。これもあるもんね、いっぱいね。ある。テーマにした曲がね、うん、だから皆さんが何を選んで選んでくださるのか。気持ちが大事だよね。そうよ、選んだ曲に対してもね、はい、なので皆さんお待ちしております。はい、はい、以上バンドリジュークボックス、ご飯が進むバンドリソングをテーマに楽曲を選んでみました。バンドリに全てをかける覚悟はある、覚悟はある。皆さんハロハッピ ー, ハロハッピー。バンドリプレゼンツ、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 ドリーマーズチューン。アイバイナとトヨタモエがお送りしているドリーマーズチューン、メールをご紹介します。はい、梅さんからです。ありがとうございます。いえい、もしこんばんどりー。こんばんどりー。カウントダウンジャパンに今年もロゼリアが出演決定しましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。アイアイにとっては2023年の歌い納めがロゼリアということになりますが、今の心境などお聞きしたいです。絶対チケット握って見に行きます。あ、ありがとうございます。そうだ、今年もすごい。本当にすごいよ。本当にありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。同じ日にイブさんもいらっしゃってて。あ、そうなの。そっか、だからちょっと個人的には、うん、あ、イブさんと一緒の日になる、なれたって思って嬉しいね。嬉しいですね。聞いていただける可能性もあるからね。うん、いや、うわーと思いつつ、うん、また今年も出られるんだっていう。そうだね、なんか連続っての嬉しいよね。嬉しい。なんかそうね、前回その爪痕じゃないけど、うん、残せたんだみたいなのが、うん、間違いないよ。やっぱりロゼリアっていうバンドだし、うん、ね、ユキナもそのフューチャーワールドフェスっていうフェスっていうものがやっぱり大事にしてるもんね。そう、大事にしてきたものだから、こうやってフェスに呼んでいただけるのはちょっと、だって多分ユキナが言ってるフェスとちょっと希望的に近いよね、うんうん、フューチャーワールドフェスも大きいからさ、うん、だからなんかうわーっていう本当に、いや本当にうわーって思う。分かる分かる、伝わるよ。なんかこう言葉にうわやった、なんかそうだね、うわやったっていうより、うん、うわーの実感、本当にしみるのやつ。そう、なんかそのバンドのそのなんていうの、業界じゃないけど、あ、ちゃんとそれにロゼリアが認められて当たり前にもう呼んでもらえるんだっていう、なんか知っていただけてるんだみたいな、うん、だってきっとさ、そのバンドリは知らなかったけどロゼリアだけ知ってるって人もいると思う、うん、そう、なんかコメントとか見ると、うわロゼリアだみたいな、ロゼリア見たことないけど、うん、見てみたい、ずっと見たいと思ってたんだよねみたいな、うん、とか、なんかすごいそういうのを見てると、あ、なんかそのバンドの中でも名前は知っていただけてるんだみたいな、うん、ね、嬉しいね。だから頑張ります。歌い納め、はい、頑張ってください。ありがとうございます。はい、というわけで皆さんからのメールをご紹介しました。はい、ではここで1曲ご紹介します。アフターグローでテレキャスタービーボーイ。信者が叩いた少年は
さよならを告げた現実に許してくれないか弱い僕たちをまたどこかで会いましょう。バンドリプレゼンツ、バンドリプレゼンツ、ドリーマーズチューン。ここでお知らせです。レーザー睡蓮ミニアルバムレベレーションが好評発売中。メンバーにフォーカスした完全新規書き下ろし楽曲が全5曲収録されています。ブルーレイ付き生産限定版には今年5月に開催された富士急ハイランドコニファーフォレストでの単独ライブの映像が収録。ぜひ手に入れてください。迷子ファーストアルバム明石派が好評発売中。テレビアニメバンドリイッツ迷子の挿入歌など全13曲を収録。ブルーレイ付き生産限定版にはアニメやキャストの発表が行われた迷子フォースライブ前へ進む音の中での映像が収録されています。迷子初のアルバムお見逃しなく。フォルフォニカミニアルバムフォルテが12月6日にリリース。メンバーそれぞれに焦点を当てた完全新規書き下ろし楽曲を全5曲収録。モニカの新しい一面を堪能できる作品となっています。ご予約はお早めに。ロゼリア14枚目のシングルバイオレットラインが12月13日にリリース。完全新規書き下ろしの表題曲をはじめガルパで配信中の楽曲など3曲を収録。ブルーレイ付き生産限定版には今年9月に開催したロゼリアファルウェの映像が早くも収録されます。ロゼリアの世界観を感じられる一作となっておりますので絶対に手に入れてください。11月3日から5日にかけて開催されたバンドリトゥエルフスライブアーカイブ配信チケットが発売中です。ポッピンパーティー、迷子、レーザー睡蓮、それぞれの思いが詰まった単独ライブ 3days の模様を何度でもお楽しみいただけます。ぜひご覧ください。そして3日間でお知らせした新情報を改めてお伝えします。来年開催されるライブとしてポッピンパーティー迷子の合同ライブ迷子ゼップツアー2024方向する渇望レーザー睡蓮単独ライブの開催が発表されました。さらにポッピンパーティーと迷子のニューシングルにテレビアニメバンドリイッツ迷子のブルーレイ発売も発表。これらの新情報については11月9日に YouTube バンドリチャンネルにて生配信されるバンドリ発表会4/2024でも詳しくご紹介いたします。ぜひチェックしてください。現在ガルパではメドレーライブイベント互いの音空の果てが開催中です。イベントと同時にアフターグローのオリジナル楽曲 That's Why I'm Here やアフターグローのカバー楽曲テレキャスター B-Boy が遊べるようになりました。まだプレイされていない方はぜひお楽しみください。その他詳しい情報はゲーム内のお知らせやガルパ公式 X をチェックしてください。以上番組からのお知らせでした。バイバイだとトヨタマイがお送りしてきたドリーマーズチューンエンディングのお時間です。番組中に起きた感すごいね、はい、おはよう間目覚めた間なんかやっぱ最初ちょっとやっぱ動揺しててなんか寝起き なんか聞き直してほしいんですけどリクエスト読んでる時とかちょっと思考が止まってちょっと待ってみたいなあれこれどっから読むんだっけみたいなあれどうやってって思うといつも脳って起きてたんだって思いました。当たり前やろ当たり前やろいつもちゃんと起きて仕事してるんだってそうだよ、ね、アイナは常にね頑張りすぎるところがあるからねもういいのたまにはこういう日があって本当にいいと思う私本当にそう本当にちょっと安心した寝れてよかったああ、まあまあ、確かに、まあ、寝ましたわそう空寝ましたわ、ね、睡眠大事だから聞いてるみんなも本当に睡眠とって全て解決するから睡眠はしみます、しみてますはい、はい番組ではメッセージをお待ちしています。はい私先はメールアドレス bdp@1242.com bdp@1242.com また番組公式 X アカウントをフォローしてハッシュタグドリーマーズチューンをつけてどしどしご投稿ください。今回の番組の模様は響きラジオステーションにて明日11月7日火曜日17時から配信です。公式 YouTube バンドリチャンネルでもご覧いただけます。響きラジオステーションで無料の会員登録をすればおまけコーナーもあります。
楽屋裏を聞くをクリックしてお楽しみください。バンドリプレゼンツドリーマーズチューン、ここまでのお相手はアイバイナとトヨタモエでした。それではバイチューン。バンドリプレゼンツドリーマーズチューン、この時間はブシロードがお送りしました。